当選京都は日本の伝統的対戦型ゲームの一種である。霧箱の台に建てられた蝶と呼ばれる敵に向かって扇を投げ、その扇、蝶、枕によって作られる形を源氏物語や百人一種になぞられた天式に沿って採点し、その得点を競う。当選京の起こりは江戸時代の中期安永2年の頃の京都であったとされている。 中国伝来の投げつぼという遊びがあったが、これは、作法やルールが煩わらしく、誰でも手軽に遊べるものではなかった。そこで、女性や子供でも手軽に楽しめる遊びとして、当選挙が考案され、庶民の間で大流行した。しかし、当選挙が賭博に利用されることもあり、幕府からたびたび禁止令が出さることもあった。そして、明治以降は、 西洋化の影響などによって、当選日も、ごく一部の人の間で楽しまれる程度に、衰退していった。戦後になって復古され、現在は、大小の団体が様々なルールや形式を用いて、それぞれ活動している。またマスメディアによって、たびたび取り上げられ、認知度もかなり上がっている。まとのこと、胃腸の葉の形をした、布張りの両脇に鈴を垂らしたものが、一般的。 下には五円玉数枚を入れたおもりがついている。大きさは、流派によっても異なるが九九センチメートル程度。その他にも、木製のものや和紙で小銭を包んだおひねりの花と呼ばれる的を用いることもある。的を乗せる、台のこと。主に切り材を使用する。絵が描かれているもの、筆で文字が書かれているもの、有前紙を貼ったものなどがある。 大きさは流派によっても異なるが1 7 5 9 9トル程度である。当選挙専用の規格で作られたものを用いることが多い。宮脇焙煎案の扇や、その扇流とその支流で用いる扇は、閉じた時の長さが約2 5トル、開くと幅が約4 0トル程度の骨8本のものを用いる。この扇は、紙の重さに対して、 骨を薄く少なくして、軽量化させることにより、ふわりと飛ばせるようになっている。これに対して、飛ば流や、扇流は骨10本、あるいは12本の扇を用いる。流派としては、その扇流、扇流、徒歩流、飛ば流の4大流派が有名である。その他にも数々の流派、団体が存在し、その数は数十はあると考えられる。1975年頃に、 浅草観光連盟においての大木図閣用のイベントとして浅草にゆかりのあるものとして復古された。浅草県番で毎年1月の9月の奇数月に例会を行い11月には大会、毎年4月には千草寺伝謀院で大会を開いている。連と呼ばれる数人から数十人のグループでの独自の活動もあちこちで行われている。名定は 宮脇焙煎案の点式をベースにして点数にアレンジを加えた現氏物語形式を使用している。発足当初は使用する名を19種類に絞っていたが、後に26種類、40種類、そして2013年に最終形の54種類に増やされた。道具は洗い分文動性などを用いる。2004年に発足。最初は、 その扇流の源氏物語形式40種類を採用していたが、後に独自の源氏物語54種類に移行した。北海道及び関東圏を中心に活動している。道具は宮脇焙煎安政などを用いる。前身はその扇流の赤坂連。独自の百人一種形式31種類で普及活動を行っている。東京、埼玉、栃木。 群馬に支部があり、定例会が開かれている。日光二郎山の上社では、毎年大会が行われる。道具は、当選いより制などを用いる。名定は、宮脇焙煎案の点式をベースにして点数にアレンジを加えた、源氏物語形式を使用している。道具は、運金道制などを用いる。予期非形式と、源氏物語形式、組線。 そして投げつぼも行っている。京都と東京に道場があり、霊会が開かれている。道具は宮秋焙煎安静などを用いる。ネット通販などでもっと道具が流通している流派。扇や半化章で予約をすれば体験することができる。天式は18種類の百人一種形式と名前を変えた現氏物語形式が存在する。しかし、 近年になってこの回で使用する市販されている道具にセットでついてくる、展式が新たな源氏物語形式に変更されている。2000年の岡山高楽園300年祭で当選挙を行ったことにより始まる。展式は、鳥羽流の百人一首形式などと同じものを名前を変えて使用している。使用している道具は、大義流の道具、鳥羽流の道具、 新井文鮮道政などが見受けられる。1974年に設立された当選教の団体として、もっと歴史のある流派。現在は NPO 法人となっている。秋篠宮文人親王も幼少期に遊ばれたことがある。また、ミス党選挙を選出しており、松井和代もその一人であった。天式は独自の百人一種形式24種類を使用する。 道具は、枕や蝶は大きく、それに比べ線は小さいものを使用し、ルールも非常に独自性がある。関西、大阪を中心に活動している、当選教の流派。して方、関西流能学士の藤井武雄が家元を務めている。戦前に、大阪の震災橋一丁目で営業していた、久保田千穂の源氏物語形式五54種類の天式を復刻し、 一部改変してて使用している。流派によっても違うが、紐線の中央に的を置き、投げ者2名が向かい合って、扇を交互に10回程度投げて、合計得点の高い方が勝者となる。投げる距離は0.9から1.8メートル。距離が近い流派の場合、投げる際に前鏡になってはならない、など制約がある。扇、蝶、枕によって作られる形を当選鏡では、名と呼ぶ。 名は、源氏物語54条の名前が付けられているもの、百人一種にちなんだ名前が付けられているもの、地域にゆかりのある名前が付けられているものなどがある。また、流派により同じ名においても、定義や点数が大きく異なる場合もある。基本的に枕を倒した場合の得点は低く、形が整備かつ難易度の高い形になった場合の、得点は高くなるように設定されている。 その大義流などは、名帝を門外不出としている一方、夕霧の会、日本当選挙連盟、美容流などは公式サイト等で PDF ファイルで配布している。宮脇焙煎案で販売されている、天式の源氏物語形式54種類の名帝を紹介する。この天式は、宮脇焙煎案で当選挙を販売し始めた大正の頃から現在まで発行され続けている。 そしてこの名帝は、現在、徒歩流で使用しているほか、その大木流や夕霧の会、かぐら坂当選教の会なども、点数や解釈を改変して使用しているなど、多くの団体で、ベースとなっているため、当選協の名帝の標準の形と言える。なお、革命の正し書きにおいては、ここでは割愛する。日本当選協連盟の名帝は、現時物語形式の名帝の形や点数をもとに、 百人一種見立てで三十一種類に集約している。倒れた蝶と扇が重なり合った場合、どちらが上でも下でも同じ名になったり、蝶を倒さない限り点数がつかないなどの特徴がある。風を痛みなどを図で蝶が二個あるものは、蝶が扇の上でも下でもいいことを表している。蕎麦の会の名定は、当選経図式などの名定をもとにした、百人一種形式。 扇が蝶を折った、雲暮れや、枕の上で蝶が倒れた、奥下が原点になるのが特徴である。不中線は0点を意味する。扇流は独自の百人一種形式の名手。落ちた扇は片付けずに試合を進めるため、紅葉のように二本の扇に蝶が挟まれる名もある。戦前に、大阪の震災橋一丁目で営業していた、久保田千穂の源氏物語景色十四種類の、 形式を復刻し、一部改変して使用している。ありがとうございます。